はい、別府匠選手です。こんばんは。こんばんは。第6ステージ終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様です。今日はどうでしたか。今日はですね、まあちょっと最後の山岳ステージってラインレースだってことでちょっと登れて攻めてみたんですけど、はい、なかなかこう集団の思惑と僕らの思惑がずれていたみたいで、ね、ちょっとタイムスリップができなかったんで残念だったんですけど、はい、まあ、ゴールで綾部選手が3位になってタイムを稼いでいたんで、はいはい、やっぱりチームにとっても3位に入るって大きいですよね。そうですね。あとはまあその3位になったら優勝ポイントがもらえるっていうのはだいぶ違うので、うんうん、で、そうですね、はい、じゃあ明日も1日ありますけども、はい、クリテ、クリテ、はい、頑張ります。はい、じゃあ匠ファンの方にもメッセージをお願いします。そうですね、まあ、まあシーズン2回目のレースで、まあ、そうですね、だんだん体もレースに慣れてきて、まあ、これから先のレースにもつなげていけるレースができたんじゃないかなと思います。はい、じゃあ明日も一日よろしくお願いします。はい、頑張ってください。ありがとうございます。